Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru bangun. Kali ini saya mau ke kebun stroberi yang masih di sekitaran Tokyo. Dari sini ke sana itu sekitaran 1 jam pakai kereta. Kalau dari sini ke stasiunnya saya pakai sepeda sekitar 5 menitan. Ya, sebelumnya saya sudah memesan reservasi tiketnya di halaman websitenya. Kebun stroberinya itu Strawberry Farm Bukain. Itu buka dari jam 11 sampai jam 3. Tapi saya pesan reservasinya dari jam 1:30 sampai jam 2. Sampai jam 2. Cuma 1/2 jam. Itu biayanya untuk satu orang dewasa itu sekitar 2.900, kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Ya udah kalau gitu saya mau siap-siap dulu, mau mandi. Siap dulu, jangan lupa ikutin terus ya. 1000 years later. Sudah siap, tinggal waktunya berangkat. こんにちは。いちご狩りのお客様です。はい。ありがとうございます。じゃあこちらでちょっと消毒と、はい、と普段ごめんなさい土足禁止なんですけど、ちょっとシューズカバーが今切れてしまったので、はい、ここでちょっとだけ足こう拭いていただいてどうぞお入りください。ありがとうございます。はい。はい、ご協力ありがとうございます。はい。じゃあこちらでですね。はい。はい。予約番号大丈夫です。大丈夫です、はい、そうしましたら2900円でお願いします。はい、ごめんね、ビデオで大丈夫かな。ビデオで大丈夫ですか。ごめんね、大丈夫です。2000、素敵、ありがとうございます。間に合うとよかった。はい、よかったです、ありがとうございます。で、2100円のお返しですね。はい、はい、じゃあ2000と、はい、うん、100円のお返しです。はい、ありがとうございます。じゃあ中で手洗いのご協力をお願いします。はい、こんにちは。こんにちは、どうします。はい、こんにちは。ごめんね、ビデオ大丈夫かな。最初に、はい、紫ご案内するので、はい、これで手だけ洗っていただいて、はい、今で食べる前にします。あ、食べる前にします。はい、じゃあここが荷物を置く場所とイチゴを食べる場所になります。はい、あ、ここで、はい、でちょっと説明させていただきますね。どうぞお書きください。はい、でこれ当園ですね、レーンの中でイチゴを取って、はい、その場で食べるっていうやり方を今中止してるんですね。あ、あのツバがイチゴにかかってしまったりする可能性があるので、
なのでこの箱の中にトレーとハサミがあります。それぞれ1個ずつお持ちいただいて最初レーンの中に入ってください、はい、でお客様が食べられる分だけこうトレーにいちごを収穫していただいたらここに戻ってきていちごを食べる、なくなったらまた取りに行くっていう感じです、はい、で収穫の時気をつけていただきたいのはいちごを手で触らずに収穫してもらいたいんですね。例えばこういう感じです。いちごの下にこうトレーを添えてヘタの上をハサミでこうチョキチョキチョキって切っていく。なるほど。そうすると衛生的に取れるのでぜひやってみてください、はい、で後ろにいちごを見分けるポイントが書いてあります。あこれ全部味が違うんですよ。へでどれが一番美味しいんですかってよく聞かれるんですけど、うん、お客様のお好みもあるのでこれって僕言い切れないんですね。ただ、はい、僕の好みは実はこれなんです。いいねって書いてあるもので、いや普通の三角形ではなくて、はい、ちょっとダイヤ型であったり、うん、あの割れてクラックが入ってるようなイチゴであったり、はいびつな形をしているイチゴの方が甘みが強いことがあったりするので、はい、あのぜひこれは参考にしてみてください、はいはい、じゃ あの他のお客様お添いになる前少しお待ちいただきますので、はい、こちら目を通してお待ちください。あのあ、はい、どうぞビデオとか写真とかあ、はい、ありがとうございます。はい、ね、ある hand sanitizer, ini ada wadah, ada wadahnya, terus ada gunting. Tadi dijelasin. いちごを収穫していい例になります。こっちとこことこことここここ、はい、で今日は紅ほっぺっていういちごとしずくっこっていういちごがあるんですけど、うん、入り口からだいたい 70% が全部紅ほっぺです。うん、で残りの 30% は上にここにしずくっこって書いたの見えます。うん、あのカードを超えたらしずくっこになるので、わかります。あの雫のところまでが紅ほっぺ、はい、であの雫を超えたら雫です。あ、はい、さあどのレーンも同じなので、はい、ぜひ2つ食べてみてください。あ、はい、わかりました。で終わる時間は2時ちょうどに設定するので、あ、はい、今からスタートしてぜひ食べ始めてください。はい、わかりました。じゃあ、わー、ini gede banget. Kalau mau makan katanya harus cuci tangan, terus bawa lagi situ. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manis-manis asam.
nggak bisa langsung dimakan di sini, harus dibawa dulu ke sana. Ini manis banget, merah putih. かつこのつぶつぶとヘタの間が。Ini terakhir.今お使いのですね、紙のトレーと机の上にヘタ入れ、ビニール袋でヘタ入れがあると思いますが、そちらをおまとめいただきまして、水道の横にあります黄色のゴミ箱に入れていただきます。ゆっくり構いませんので、準備できた方から返してよろしくお願いいたします。udah selesai, tinggal waktunya pulang jalan kaki. Sekarang pulangnya sampai stasiun sekitar 20 menitan. Pokoknya terima kasih yang udah mengikuti. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.